よし、今度逆側になります。ドア閉まりませんのでご注意ください。開けっぱなし走行するって。ギャー最低。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。お稲荷さんの魔改造に凝り出したさやです。凝っちゃったんだ。ちょっとね手を出してはいけないと思ってたのに。やばいよ、お稲荷さんの魔改造は沼ということで、今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ギャラクシーディスタンス。ついにギャラクシーまでディスタンス取り始めたんだ。うん、大事大事。ずっと取ってるだろこいつら。ということで今回ですね、こちらでございます。ルッショルッショ。いや、まあご存知だと思うんですけど、馴染み深いかなと思ってね。確かにね、まあ、小さい子でもわかりますね。ガタンゴトンといえば、そうでござん列車でご…ね雑なゆるキャラみたいな語尾やめてくれ、ね。ということでですよ、はい、まあ皆さんにちょっと見てもらいたいものがあります、うん、こちらです。ポッポー。やばくないこれ、見て。ゾンビパニックがあった世界の超特急光です。そうね。こういう風に置いてたら多分あのゾンビがいたと思う。はい。ボロボロだよ。こちらめちゃんこボロボロの電車のおもちゃ、はい、サビサビだし、サビサビだし、なんか砂の汚れついてるし、ね、やばい、痛いとこあるし触ると。でこれをですよ皆さん、はい、もう分かりますよね。今回やっていく企画はこちら。レドリー。プロの絵師が錆びたボロボロの列車のおもちゃ綺麗にして、さらにお絵かきしまくってみた。ふぅーパーン。銀河さんに消えてった。はい、まあ、ということでこちらの列車のね、うん、もう結構昔、何十年も前だとは思うんだけど、うん、このボロボロのやつを一回サビも、まあ、取れるやつは取って、うんうん、塗装も剥げるとこは剥いでみて、はい、綺麗にやすって塗装してお絵描きっていう、もうね、カスタマイズをしていこうと思いますね。思いますが、いや、なんでこんな突然電車、いや、そうそう、なんでこんなもんがねうちにあるのかというとですよ、沼ったボロボロ電車で萌えに目覚め、うん、いや、まあ、確かにどちらかというと好きで、ね、てかなんならこれ言うとこの企画倒れるんだけど、うん、別にこのままでも好きよ僕。パターンって急に終わったよ、まあ、企画が終わった音がしたパターンって。でも、まあ、だけど、うん、今回は綺麗にしたい、綺麗にして自分だけのイラスト入り列車を作っていこうと思うんだけど、はい、はい、なんで今日こんなことしようかなと思ったのが、うん、こちらでございます。デド提供アートディンク様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。案件でございますということでね、はい、何のゲームの案件かというとですね、うん、こちら A 列車で行こう始まる観光計画。おー、はい、タイトルは知ってる方多いんじゃないでしょうか。ずーっと昔から愛されてる都市開発シミュレーションゲームなんですが、 A 列車で行こうがね35周年を迎えたそうで、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ A 列車で行こうっていうのは、はい、主に鉄道を広げて街を作っていくっていうタイプの、はい、ゲームなんですけれども、うん、それだけでもすごく楽しいんですが、今作、はい、観光という概念が観光追加されました。なので鉄道を敷いて観光地に向けてお客さんを呼び込んで、うん、産業を育てて観光都市を目指していくっていったようなシミュレーションもできると。はい、で今回さらにですよ、今回僕たちがこうやって車両をカスタマイズするじゃないですか。はい、なんとこの機能もですね、 A 列車で行こうの中で都市を走らせる電車を自分でカスタマイズしてデザインできると、おそういった機能もございます。で今回の企画カスタマイズ終わりましたら、最後ゲームプレイも実際やっていこうと思うので、最後までお楽しみください。お楽しみください。さあということで、まずはこのサビサビボロボロの電車を洗っていこうと思います。皆さん乗り込んでください。ゾンビ乗るなよ。やばい、どこ行くんだよ。これ解体できるんか、これどうなってんだろう。後ろはガタガタしてるから取れんのかな、これ。待って、これさ、モーターみたいのついてない？これすごい、ゲイさん、そのモーターまで復活させる。いや無理だよ。もうチャンネル変わってくるだろ、チャンネルが。すごい、モーターがついてたから本当は走るんだね。本当は走るんだ。でも今回僕はさすがにそこの復活まではできないので、このモーター機能は失わさせていただきましょう。あ、見て、あ、外れた、外れてきた、取れた。お、いいね。手真っ黒。やばー。
ということで分解完了。これ以上分解しなくていいかな、錆びついて固着してるからこれでダメになっても嫌だなと思ったので、ちょっとこのままいきます。はい、じゃあ今からこちらは綺麗に、はい、洗って塗装したり錆びは削ったりどうにか頑張りましょう。できるとこまでやっていきましょう、はいまあ、ということで今から洗っていこうと思います、はい、あれ待ってどうした？え、めっちゃ綺麗になる。ここの裏の汚れとかサビは、確かになんかめっちゃ綺麗だね。めちゃめちゃ落ちるぞ。え、待って、これ黒い塗装じゃなかったの？あー、ほんとだ。てかあれじゃない、こう塗装がさもう浮いてたのか。そうそう、老朽化してさ剥がれるを今かと思ったの。生まれ変わったら何になりたい？キワーデスさんだって。嘘結構夢あったのはい、もうここはなんか本体そこそこ綺麗になったからもいいかな。確かにすごい綺麗、ね、見て、おーすごーい。もともとこんな感じのだったんだけど、うんうん、今もうこっちこんな、すごい、めっちゃ綺麗になってきたね。よし、今度逆側になります。ドア閉まりませんのでご注意ください。開けっぱなし走行するって最低さあ、パーツ2つ目見て、おーすごい、キラキラ、ピカピカになった。いやマジでいい感じ。じゃあ最後、はい、はあ、もう撮り始めてから5年も経っちゃったね。過ぎだろこれラスボスだよ。これさ、これどうなんだろう、うん、これって落ちるのかな。まあいいや、やってみましょう。また真っ黒だったのが結構全部剥がせて、すごい、こんな感じですかね。とりあえず綺麗にちょっとなった、はい、ざっくり綺麗になりました。はい、はい、じゃあこっから今から今度は下地塗って塗装して絵を描く準備をね、していきたいと思います。はい、ということで、ではですね、さっき掃除終わってベースの下塗りをしてきました。だいぶ綺麗になりましたよ。イエーイ、いきます、せーの、でどど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 ん、見てー、すごい、もう、はい、もうあれよね、もうすでに結構、うん、ベルサイユ宮殿くらいまで綺麗になってきた、ね、もう終わりじゃねえかそれベルサイユ宮殿もマックスじゃねえかこの世の。まあでもいい感じに、もうサビは全部落とした後に塗装してきたので、うん、はい、言ってしまえばさ完成よねこれ。確かに汽車だもん、ここの部分に。いいんだけどさ、いいんだけどさ、ライブの最後みたいにするんだ生きてんなライブ。実は結構見えるところも結構限られてるね、うん、ゲンさんの。そう、僕は多分この白いところメインに書いて、ここはもうアクセントぐらいで、うんうんうん、ちゃちゃっとやっていこうかなと思います。私はここがラクダになる予定で、ここが餃子の具になるつもりです。本気で言ってるそしてこちらがビーフシチューの顎になります。ビーフシチューに顎あったんだで、まあそんな感じで、ここどんな感じではい、じゃあ行きましょう。よし、行くよ。あ、かけるかける。今回の試みは、はい、実は、うん、ラフも書かずに自由に行くというテーマで、うん、最終形態電車じゃない可能性がやるだろうよ。なんで変えるんでここからえ、なんかゲンさんいい感じね。可愛い、いつもより可愛いよ。ありがとう、うん、照れちゃった。目聞こえた、相手に。なんかできる男感出すこの電車はね、はい、夜を運ぶのよ。なんかぽいこと言い始めたけど、みんなが寝ている間にそーっとちょっとずつ夜を運んでいくの。何をすんの？夜を国外で。怖くないの？大丈夫、なんか夜が隠語でしかないんだけどということで、はい、終わりました。いや、掃除からカスタマイズまで長かったな。ということで、では、はい、あのボロボロの汽車と新幹線どうなったか、せーの、ポポ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 ポ。あ、少々うるさいですよ。うるさいですけど。じゃじゃーん。ででーんと。いうことで、こんな感じでございます。はい、じゃじゃーん。はい、皆さんには映ってると思います。今ね、映像ぐるぐる回してると思うんですけども。デュンデュン。はい、こんな感じになりました。さやジオグラフィック新幹線でしょ。うわ、いいね、さやジ。結構かわいいじゃん。そう、結構可愛いじゃないですか。ちょっとね、可愛くできたんじゃなかろうかと思うわ、はいはい、ゲンさんはこのサイズのゲンさんが描いてると想定されている途中ですここに乗り込んでるのね。そう、この中に乗り込んでなんかやってるんでしょうね、まだね。すごいちっちゃく描いたよ。そう、うん、なんかね、ほっぺ赤くて可愛いんだよね。そう、すごーい、はい、何人もいるんだよ。そう、ぐるっと回ってこちらにもね、うんうん、いますね。おー、はい、完全にでも塗り方があれですけどね、魔法で塗ってますけどね確かに今からこの真っ黒なやつがコーティングされてビュッ発信しながらコーティングしていきたいと思って、ジュワーッ。
って私だけこう透明になってさ、みんなの知らない街を走っているんでしょ。何その絵本の世界か。さやさんのめっちゃいい感じやん。これ顔はね羊なの。あ、星空じゃん。でもねこれ実はね繋がってるんですよ、はい、これ最下層、これ砂漠、うん、砂漠めっちゃいいね。なんか寿司とかかまぼこがいるけど、え、砂漠には刺しとかかまぼこいるでしょ。カピカピになりそうでこれ信号がある。これ空の信号機たちで、ここに隠れてるのがトイレのマーク、女子と男子がちゃんと一人ずつで、イカで人参です。でじゃねえの。後ろは普通の電車を装っているので、あ、ほんとだ、いきなりなんか後ろだけ普通の列車、普通ではないけど、だってこれかわいいね。パーンってこれ来た時にさ、うん、え、何あれって思ったけど、あ、なんだ、ただの電車か、ならねえだろ。こんな風に夏目さんちもあのカスタマイズしたんですけれども、はい、A 列車で行こうではさらにマニアックな電車マニア向けのカスタマイズができますので、今からそちらをお見せしようと思います。思います。それでは夏目さん地発 A 列車行き発車します。どこ行っちゃうの、おい、何音してんの。さあということで A 列車で行こう始まる観光計画やっていこうと思います。それでは A 列車に到着いたしました。皆様ご自身の思い出、忘れ物などないようにご注意ください。何の思い出忘れてっちゃうの。観光してって思い出しっかり持ち帰って家まで。さあまあということで、まあ、夏目さんちも結構やらせていただいてるんですけども、この秘書の松島さんもはじめキャラクターのみんなが、うん、いや可愛い、これめちゃめちゃ可愛い、本当にか、松島さんね、はい、なんかね表情豊かでとても可愛い、うん、そうなんですよ。まあ私代表取締役社長の夏尾と申します。うそ、はい、夏面鉄道株式会社の夏尾と申します。夏面鉄道の椅子は全部うどんでできていることも、ね、はい、やだよ、なんかもちもちしてるんで。いらんアピールポイント作るね。さあ、まあ、ということで初心者の方もシリーズファンの方もね安心なのはこちらの優しい標準達人っていうね、うん、難易度選択ができるので、夏はい、今回実は A 列車デビューなので、はいはい、優しいでやらせていただいてるんですけれども、これシナリオ選択でいろいろ選べますね。こうやって毎回クリア条件みたいなのが決まってて、うん、それを目指していくんですけど、はいはい、今回の特徴はなんといってもこちらの年間観光客数20万人以上って書いてあるんですけど、観光都市にしろってことね、はい、そういうことなんです。はい、観光客呼ばなきゃいけないわけだ。そうなんですよ、今までのねシリーズだと、うんうん、この観光という要素がねなかったんですけれども、うんうん、今回の A 列車で行こうは、はい、なんと自分が鉄道とか路線を引いたところで、うんうん、しっかり観光客が来てくれるようになると、おー、もうインフラ整備をしていって、うんうん、客を呼び込むっていう目標達成の喜びもあるということで、まあ、皆さんやっていきましょう。こちら、あー、あー、まあ、戻った。お、さやさんが生まれて20日。確かに、さやさん1992年の3月19日生まれて、戻っちゃった、やめろ、そ、気持ちまで戻る。結構喋ってんだ。あー、かわいい。そう、松島さんがバカ可愛いんだわ。そう、めちゃめちゃ可愛いんだわ。鉄道会社の社長に就任したっていうとこから物語が始まるんだけど、一個前の社長はどこ行っちゃったんだろうね。やめろよ、怖いんだよ。おー、ちゃんと5分前行動ができるいい社長だで。あ、お城だー。ということで、お城を見たい人は、ここのね、町にはお城という観光スポットがあるんで、ここのお城に観光客を呼び込みたいと。だから鉄道路線をつなげて観光ルートにしようっていう計画を、これを今から実践していく。まあこういうことになりますね、簡単に言うと。まあということで、要するにこの町を今から僕たちは発展させていきたいわけです。で、ここが隣町に通じてるから、うんうん、ただよ、よく見てください皆さん、こいつは単線じゃねえですか。そう、まだね、なんとね、線路がここもないし、右行きと、そう、ここもないし、やばやば、列車をこうやって自分で設置できるんだけど、うんうん、設置しただけなんよね。こんななんか立派ななんかデパートあるのに、あ、今ブリって言うんだけど、シって書いてあるのか、ブリかと思った、うん、なんだブリデパート。今からここをですね、はい、自分たちが引いた線路によって、はい、うんうん、なんとこの街とかも勝手に発展してってくれると。やっぱ交通の便が良くなると人が集まってくるからね。 そして見てください、ここ立派なお城が、おー、はい、ありますよね。めっちゃ立派、めっちゃ立派な城があるから、ここになんで人が来ないっていう話ですよ。それはなぜなら、ここだってどうやって行くのっていう。ということで、ここにまず線路を敷きたいわけです。我々はだってブチ切れてるもんね。こんなところにね人は来れないわけよ、うん、で観光ルートになるように駅は設置してあるけど、はい、まだ繋がってないということ、うん、そういうことです。
さあということでこちら線路を引いていきましょう。はい、ちょっと気をつけてね、山折りと谷折りがあるからね。ないよあと乗り付けの場所も気をつけてね。ねえよはい、ここからこうやってビーンって引っ張って、ほら、ここまで、はい、これで決定。おお、そうするとなんと線路がつながりましたと。ほら見て、おお、2駅つながった。でも駅がないんですよ。はい、駅がないんすよ。だから城の近くにでっかい駅を作ってやろうというわけです。さあ駅作りましょう。これも簡単に作れちゃうのよ。1,2 の、はい、そんなんじゃないわ伊勢さんでございます。あ、伊勢さん、さやさや推しの伊勢さん、カレー作るのうまそう伊勢さん。さあということで駅はここに設置をして、うん、ホームの数を2つにすると線路2本引けるんですよね。大、ね、の袋で引けるんですよ。行って帰ってね、はい、じゃあ設置しときましょう。これでイエーイ。建設を開始したので、うんうん、建設が終わるまではまだ開通しないんだけど、その隙に今度は線路も繋いじゃおうと思います。おー、じゃあまずはこの通勤があるのになぜかこの隣町に繋がっていないここです。はい、繋げてあげましょう。繋げてあげましょう、はい、隣町と接続します。イエーイ、イエーイ。でここも、うん、ホームがせっかく2つあるのに繋がってないね。隣でこれを隣の、あれ、ホームがない。そう、ホームがないとなるわけですよ。じゃあホーム作ってあげましょう。これを2つにできるんですよ。はい、2つにこうやって変えられるわけです、はい、改築。あ、ということでなんか継ぎはぎ状態だった線路を全部ここまで繋げたよ。そう、線路をね全部繋いであげましょう。はい、これでお城の方まで1本開通しました。じゃあ次もう1本、城終点の路線がこれでもう開通してるわけですよ。もう隣町からもう乗り換えなしで駅まで行けちゃうという。バッチリよこれ、城まで行けちゃうという。だまだここがね開通してないから観光客は来ないんだけどね。まだちょっと駅が完成してない、うん、ちょっと5両編成ぐらいにしちゃう。いや、もう5両編成にしちゃいましょうよ。5両編成2つ欲しいよね。欲しい。じゃあ5両編成2つ置いちゃおうぜここに。今がお買い得だってばよ。まあ、ということでなんか妙に電車増やしたんですけどはい、ここの駅が開通した時にめちゃくちゃたくさんの観光客が来れるようにたくさん列車置いてみました。試しにね、はい、こっから完成までですよ。ちょっと見ていきましょう。はい、はい、鉄道をこうやって開通させましたと。じゃあこれで今工事が終わるまでの時間を早送りしちゃおうかなと。ね、あ、開通した。お、10時だ。10時にできた。お、なんとこれで長城城までの鉄道の開通確認できました。イエーイ、イエーイ。こうやって観光客を呼び込んで街をどんどん盛り上げるっていうのが今回の列車で行こうの特色でございます。おー、まあ、ちょっとこれでせっかく作ったんで紹介はねここまでにしたいんですけども、うん、どうやって来るのか見てみましょうか。え、ちょっと乗ってる、ちゃんと。お、あ、お客さんが帰ってくる。来てる来てる、あ、来てる来てる。おー、嬉しい。これやっては初めて分かったけどね。はい、この観光客来てくれてんの見えんの嬉しいんだわ。これ嬉しいよね。ほら、そうだからこういう感じでどん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 街を発展させていく、うん、でいろんなシナリオがあって、これ今年代がだいぶ昔だけど今の年代になるともっと都会のところができたりとか、ね、あともっと昔とかもあったね。そう、逆に1950年代とか。あ、そう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 、はい、まあ、いろいろあるので皆さん、あの、本当に注意点はこれね、ちょっとやって思ったんだけど、あ、これ多分一生やるタイプのゲームなんだろうなっていう。わかる。っていうかね、もうこの人の暮らしを見ているだけで楽しい人はね、うん、そう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 、たまんないんじゃないでしょうか。いや、そうそうそう、まあ、ということなんですが、僕たちがねさっきやった列車のカスタマイズ、もうリアルでもカスタマイズしたけど、うんうん、A 列車でもカスタマイズあるぜっていうのを最後に皆さんにお見せしたいと思います。行きましょう。ちょっとこのマップだとまだカスタマイズができないので、はいはい、別のマップに行きましょう。せーの、ジャンプしないからこちらよ、列車開発、新しい列車を開発します。車種選択、まあ、とりあえずこれはこういうのがあると。おー、すごいすごい、いっぱいある、まあ、さっき僕機関車やったからな。蒸気機関車あるじゃん。名前変更だったよ。名前決めていいよ。さよ、何文字いけるんですか。12文字って書いてある。12文字っすか。漢字も使えるみたいですよ。なんだこの車両足が効いたちくわぶってなんだよいっぱいあるいっぱいある。おー、すごい。タイプがまず選べるんだこうやってね。あ、ほんとだ。さあ装備変更。おー、スカート。あ、これ知ってる。ここが、いや、これでしょこれでしょ。ねえ、マニアックすぎんこれすごい。そのライトに使えられんの。 LED だよ今っぽ。うわー、うわー、かっこいい。蒸気ドーム。うわー、ごっついこれ。これごっつい。車体色、今回僕がさ作ったやつの色にを寄せてみます。僕が今回やったのこんな色だよね。シアンじゃん。あ、かわいい。まあこんなところにしとこうか。じゃあ、おお、いいね、いいね、ステッカー。あ、どうみんな、
かわいい。あのさ、ちくわぶかわいいね、なんか眉毛使えと言わんばかりの眉毛があるじゃない。すごいキリッとしたね、うん、キリッとしたね。これで決定するとどうなるの。雑誌が聞いたちくわぶの開発を開始します。なんと70日かかる。ちょっとかけようかけよう。ごめんマジでごめん、この街ごめん、開発そっちのけど俺ちょっと70日待つわ。やった、雑誌が聞いたちくわぶの開発が完了したぞ。え、なにコンビニ事業かなんかやってんの。え、どこどこ。買えばいいんだよ、買えばいいんだよ、購入。さあ、雑誌が聞いたちくわぶを買ったぞ。買ったぞ。置くぞ置くぞ。ちくわぶが走ってるよ。かわいい。昭和30年にトンチキな電車が走ってしまいました。はい、まあということでステッカーの自由度がとんでもないということが分かっていただければ、はい、まあそれでいいんですけど、あとねライトの位置とかさ、はい、もう全部色も決められるっていう。多分これそうなんですよ、鉄道ファンの方だったらこの時代のこの車両を再現してみたいとか、うん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 、そういうのも自在にできるぐらいの自由度があるっていうのをなぜかこの顔を作ることによって証明してしまったんですけども、これぐらい自由なんだぞというね。、はい、まあ、さあということで A 列車で行こう、はい、始まる観光計画、はい、初心者の方もシリーズファンの方もぜひぜひおすすめですので、いやもうこれはもう、ね、はい、やることたっぷりでね、沼ですよ、はい、このゲームは。本当にやることたっぷりすぎて、うん、あのやることが犠牲にならないように気をつけてくださいっていうタイプのゲームですね。、まあ、ということで皆さんぜひぜひこちらね、はい、やってみてはいかがでしょうか。あなたの街にもちくわぶが来るかもしれませんよ。絶対来ねえだろ、怖いよ。来たら怖いわ、こんなん急にポポー。夢に出てくるわ。